はい、皆さんこんにちは。プロ野球スピリッツ2014スタープレイヤーモード続きをプレイしていきたいと思います。今日の先発は永井ですね。楽天との3連戦の第1戦目、先発は永井です。今ね、楽天とロッテはですね、5位6位にいますので、最下位争い、B クラスに甘んじているというのがチームの状況です。一方ですね、パワーちゃんの個人成績の方もですね、ちょっと良くない状況、ここ数試合不審な状況ですので、ちょっとね、もしこの3連戦で結果が出ないようだと、もしかしたら2軍落ちなんてこともありえますんで、ここはしっかりとね、頑張っていきたいと思います。試合の方は楽天に追いつかれて同点という感じですかね。そして6回の表、ワンアウト満塁の場面です。ここは何としても1点入れましょう。勝ち越しだ、打ちましょう。バッターボックスには代打のパウアー。2試合当たりが出ていません。ピッチャーは青山。青山のデータ確認させてください。ストレート、スライダー、シュート、カーブ、スライダー、速球中心、決め球はフォーク。ストレート1本で狙っていきますか。これは危ない。ふわふわっと2回連続で打ち上げましたね。ふわふわっと2回連続で打ち上げて凡退。入らないか、点。まずいな。よし、ツーアウトランナーなし。もう1回回ってきました。うわー、さっきので1点も取れなかったのは痛いな。2回目の打席が回ってきました。ここはヒット打ちましょう。片山、ムービングファースト、シュート、スライダー、チェンジアップ、ストレート中心かな。速球中心ですね。チェンジアップ。得意のボールでストライクを取りました。まず1球目チェンジアップできましたね。2球続けてチェンジアップ。2球続けてチェンジアップ。これは危ない。速球中心と言いつつ1球もストレート系速いボール投げてきませんね。うわー、なんだよ、最後はスローカーブか。うわー、これチーム攻めて勝ってほしいな。お、回ってきた。11回の表、ワンアウトランナー一塁です。ピッチャーは斉藤隆。まだ現役で頑張ってるんですね、2015年も。ストレートを狙っていきます。これはいったんじゃないか。よっしゃー、ツーランホームラン、勝ち越しのツーランです。いやー、これは嬉しい、これは嬉しいですね。いやー、久しぶりのホームラン。ストレート失投だと思いますが、バチーンと仕留められた。弾丸でレフトスタンド一直線ですね。はい、試合の方も5対2で勝ちました。これは今日ヒーローインタビューなんじゃないか。試合になるとどうし
しても、まあ、後手後手に回りますんでね、まあ、仕方ないのかなという気がしますけど、そうかもしれませんね。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。お、パワーちゃんだ。今パワーちゃんが走ってきましたね。痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。あれ、パワーちゃんじゃないのね。今日の解説は小宮山悟さん、増田なの。お二人でした。どうもありがとうございました。失礼しました。まあちょっとヒーローインタビューのねチョイスには納得いきませんけど、間違いなく今日のねヒーローはパワーちゃんですね。いやー気持ちよかった。うん、いいですね。はい、相変わらずソフトバンクとジャイアンツは強いですね。お、4位に浮上したぞ。よしよし、この勢いでねチーム個人ともに連勝を目指していきましょう。2戦目は、これなんて読むんだっけな、森本じゃなくてなんだっけな、ごめんなさい出てこない、教えてください。今日もベンチスタートですね。能力ちょっと上げときますか。どこ上げよう。走力上げたい。守備力も上げましょう。 OK ですか。さあ頑張りましょう。今日のロッテの先発は成瀬ですね。今ねまだ代打なんですけど、さっきみたいな活躍していけばスタメンもね取れると思うんで頑張りたいと思います。で、この後ねバッファローズの3連戦の後はオールスターあります。まあオールスターにはもちろん選出されていないんで、その期間にね守備系の練習を徹底的にして守備のねもう少し上げたいなと思います。さあどうだ、ロッテが1点リード。このまま成瀬頑張って、いいよ。7回の表ワンアウトランナー1塁ですね。バッターは7番に入っているパウアー。昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。ストレート狙います。まあここですよね、ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。1球目外角にスライダー外れてワンボールです。失投のストレート、ちょっと振り遅れましたね。失投が来たと思って一瞬待った時間がちょっと長すぎましたか。さあワンボールワンストライク、これは外れて、ツーボールワンストライクですね。2球続けてストレートが来てます。3球続けてストレート、早いなストレート。これはセンターフライ、今のはストレートですね。4球続けてストレートが来ましたね。さあもう1回待ってこい。待ってきました。ツーアウトランナー一塁です。1点リードなんでちょっと不安ですよね、ロッテのピッチャー陣考えると。さあここでマリーンズ早坂だな。早坂がファーストランナーに入ります。
ピッチャーは誰だ、青山か福山、ちょっと対戦したことあったかな、記憶にないな。ストレート、うーん、縦のスライダー、縦のスライダー、ストレート、うーん、これがだな、縦のスライダーは結構落ちますね。まず1球目縦のスライダーが外れてワンボールです。これはセンター前、よし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 、うん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 、いいですね、クリーンヒットです。確かに難しい球ではありますよね、低めの、外角の低め、うまくセンター前に運べました。うん、おー、しびれるゲームだな、1点差、1対0、完封勝ちか、成瀬が完封したのかな、うん、成瀬が完封してますね。よし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 、いいですよ、完全に沈黙してしまいました。明日以降の奮起期待したいですよね。まあ今日はね、この1点、1対0っていう勝利は大きいな。ジャイアンツ、ソフトバンク本当に強い。さあ最後は、楽天との3連戦の最後は松井裕樹、ストレートに縦のスライダー、いいですよ、松井裕樹と戦いましょう。公式記録ということでちょっと順位確認させてくださいね。ロッとオリックス、オリックスが3位なんだな、はあはあはあ、ゲーム差が5ゲームあるんだ。 OK です。ってことはここは確実に勝ってですね、オリックスこのあと3連戦控えてますんで、そこで3立てして一気に1ゲーム差まで詰め寄りましょう。松井裕樹、実際ね、今シーズン実際のプロ野球ですよ。ではね、ちょっと調子が良くないというかね、制球難が出ちゃってるようなんですけど、このプロ野球スピリッツ上ではどうでしょうか。データ見た限りではストレート、スライダー、コントロールもね、悪くないような感じでしたけども、松井裕樹絶不調か。これは打ち崩したいな、早めに。回ってきましたね。2点リードの場面でワンアウトランナー1塁、ピッチャーはまだ松井ですか。このタイミングだと絶不調なんでね、失投が来るっていうことも頭に入れておきたいと思います。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。まあここですよね。ストレート131キロ、ここは踏ん張りたいところ。縦のスライダー、切れ味ありますね、やっぱり松井のストレートスライダーともに。失投が来た、待ってた失投ですね。ちょっとホームランとはいきませんでしたけど、きっちりと失投をツーベース、左中間に、ね、運ぶことができましたね。対処していけばいいでしょうかね。まあ、とにかくもう気持ち下からね、叩けばホームランっていうような、そういう強烈な当たりでしたけど。さあ第2打席目、8回の表です。3点リードしています。勝利を決定づけるような一打が欲しいな。ピッチャーは宮川に変わってますね。ストレート、スライダー、スラーブ、フォーク、
速球中心で決め球がカーブというデータですね。スラーブ、このスラーブ打つのは難しそうだな。2球続けてそのスラーブです。ちょっと打ちづらいな。次あたりストレート、くー、なんとかゲッツーは免れた。危ない危ない。はい、今日はツーベース1本という成績ですね。チームの方は3対0で楽天戦3連勝で終えることができましたね。さあどうだ、これでオリックスが負けてればゲーム差がさらに1縮まってるはずなんですが、見てみましょう。やっぱりソフトバンクが勝ってくれてます。というわけで、今回ね久しぶりの3連勝3立てで、終えることができました楽天戦ですね。次回はオリックスとの3連戦をお届けをしていきたいと思います。ちょっとねチーム個人ともに調子が上向きなんで、この勢いのままにオリックス戦、頑張っていきたいと思います。というわけで今回も最後までご覧いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。